全身チャンネル第375回。今回のヘッドラインはこちら。国葬粉砕の力を 11.6 日比谷へ、 10.9 三里塚農地強奪軍事空港粉砕へ、ウクライナ戦争直ちにやめろ。皆さん、いよいよ来週大阪さんの初公判が行われます。10月25日大阪さんの初公判にみんな集まりましょう。前々日の23日には東京拘置所を包囲するデモを行います。大阪さんをみんなで激励して共に大阪さんを奪還しましょう。全身チャンネルでもこれに合わせて特別編を準備しています。そちらもお楽しみください。今回の全身はこちら、一面です。国葬粉砕の力を 11.6 日比谷へ、生活破壊し大軍拡に突き進む日程岸田政権を打倒しよう。10月7日のクリミア大橋爆破に対し、ロシアプーチンはウクライナ全土にミサイル攻撃を強行しました。一方、米大統領バイデンは6日、追い詰められて核使用をちらつかせるプーチンに、核兵器を安易に使えばアルマゲドンにならずに済むとは思えないと言い放ちました。世界戦争、核戦争の恐るべき危機が差し迫っています。また、日程岸田政権は全世界的な戦争と軍備増強に乗り遅れまいと、改憲と大軍拡に突き進み、中国侵略戦争を狙っています。今、戦争とインフレ、生活破壊に対するストライキ、デモ、暴動が全世界で拡大しています。資本家のために労働者が殺し合わされてたまるかという戦争への怒りでもあります。世界の労働者の共通の敵は資本家階級、ブルジョアジーです。戦争以外に延命できなくなった資本主義、帝国主義の支配を終わらせましょう。10.20 防衛省デモと 11.6 労働者集会に集まりましょう。同じく一面です。農地強奪軍事空港粉砕へ、 10.9 三里塚反対同盟と固く団結。10月9日成田市赤坂公園で三里塚柴山連合空港反対同盟の主催する全国集会が開かれ、労働者農民学生452人が結集しました。当日の映像はこちらです。去年の6月最高裁で判決が出ました。そしてまた矢倉裁判でも9月2日に判決が出ました。そのような状況の中で、確かに攻撃は強まっています。しかしまだ空港会社の方はですね、こっちまではまだ手は出してきてません。しかしいつかは来るとも、こっちも構えていますので、もうその時はですね、もう皆さんともに体を張って戦っていきたいと思います。全学連は9月2日の新矢倉裁判控訴審での反動判決を許さず、全力で体を張って首藤さんの農地を守る戦いに決起します。私たちは国葬会場である武道館に迫るデモと実力抗議闘争で国葬反対の声を届かせ、国葬の権威を失墜させ、戦争のための国家統一という岸田の狙いをズタズタに引き裂きました。三里塚闘争は56年以上にわたって一貫して反戦闘争として、一切の話し合い拒否、農地死守、実力闘争の原則を貫いて戦い抜かれてきました。三里塚の戦いが今再び多くの青年学生を獲得する時代が来ていると感じています。戦うぞ、戦争にするぞ、反対同盟は戦うぞ。夜間飛行許さないぞ。3面には最新のウクライナ情勢に関する重要論文が掲載されています。通読です。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読と高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。サブチャンネルの GNN もぜひご覧ください。 Twitter と Instagram もチェックしてください。それではまた来週。